はいどうも、ガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はフィギュア開封動画になるんですが、本日開封するのはこちらです。ズズーン、当たってもうたズズーン。はい、こちら一番くじドラゴンボールヒストリーオブ孫悟空のラストワン賞のスーパーサイヤ人孫悟空フィギュアラストワンバージョンを開封します。やったー。はい、こちらはですね、先日、ブラショに行ってきた買取王国ゴート店さんの方でね、ゲットしてきたラストワン賞のスーパーサイヤ人孫悟空になります。どうですか、かっこいいでしゃろ変な言葉使いになってもた。はい、こっち横、これやばいわこの顔。さあ後ろはこんな感じですよ。この衝撃を受け止めろ、やべえ。はい、こっちね、全高約24センチって書いてます。はい、こちらの方をね、本日は開封していこうと思いますよ。それでは行きます。かーいーふーうーふーはい、ヒストリーオブ孫悟空のラストワン賞スーパーサイヤ人孫悟空フィギュアラストワンバージョン開封することができました。やったぜー、すげー迫力、すごこれ24センチって書いてたけど、まあ、高さはそうなんやろうけど、なかなかの迫力ですね、すごで、隣にはですね、同じこうポージングの超全開ソリッドの、まあ、プライズのフィギュアですね。悟空、置いております。はい、こちらはもともと持ってたやつなんですが、これもね、おすすめのフィギュアなんですよ、非常に。いやー、でもすごいぞ。似てるっちゃ、やっぱ似てますけど。ちょっと見ていきます。どうですか、この顔。キュッ。ちょっとだいぶ男前やな。ちょっと男前な悟空って感じですね。で、この手の造形もすごいですね。うん。筋肉がちょっとカクカクしたような感じ。わ、このでもここら辺いいな、この陰影。かっこえ。はい。で、悟空マークが入ってまーす。で、左手はこんな感じのポーズですね。重たいんですよ、すごい。はい、道着。ちょっと薄めのオレンジですね、道着が。でも全体的に薄めなんかな？それがラストワンバージョンなのか。ちょっとごめんなさいね。そこら辺詳しくなくて。はい。ブーツです。このブーツ好きやわ、悟空の。ぼやけちゃった。はい。いやー、いいですね。このなんかこの紐。紐のこのなんていうの？ちょっとこの、まあ、藁とはまた違うけど、なんかそういう感じの、感がちゃんと出てるな。いやー、かっこいい。はい、後ろお尻写してもらった。はい、背中にも悟空マークが入ってますよ。はい、で髪の造形もほんといいですね。このスーパーサイヤ人の時の、これちょっとね、画面では分かりにくいんですけど、ちゃんと陰影塗装もされております。はい、髪の毛の方も。二の腕すごいな。かっこえ。すごい重たい。いやー、これはすごいな。はい。すごい迫力やな、これ。飾るとこどうしようかなって感じですけど。で、全開ソリッド、超全開ソリッドの方も見てみましょうね。こっちの方は色がはっきりしてますね。このラストワン賞の方より。で、顔は、はい、顔こんな感じです。これもほんとかっこいいんですよね。これでプライズフィギュアっていうのがすごい。僕これおすすめです。どっちの紹介してるんやって感じですけど。ただね、僕こう見てみて、このもちろん今回ゲットしたこのラストワンバージョンもすごい嬉しいんですけど、顔はなんとなく全開ソリッドの方が僕は好きやな。うん。顔自体の作りは。ちょっと、一番くじの方は、ちょっと男前すぎるかな、悟空にしてはって気がしちゃって。うん。
でももちろんこっちもめっちゃかっこいいです。というかこの首のこのなんていうの、筋というか筋肉もすごいな。出来が。似てますね、さすがに。あ、あとあれですね。胸のマークが。こっちは悟空のね、マークあるんですけど、胸と背中。こっち、全開ソリッドの方は入ってませんね。うん。ほんまや、今気づいた。今気づくっていう。いやー、もうちょっとこっちの角度の方がかっこいいんかな。あー、これやな。これ、箱と同じような角度。これベストかもしれないな、この角度。うん。うわー、陰影はやっぱほんまかっこいい。この、特にこのここですよね、ここ。ここの陰影、これ好きやわ。はい。さあ、皆さんはいかがでしょうか？ぜひね、皆さんの意見もコメント欄で聞かせていただけると嬉しいです。はい、本日もですね、視聴者さんが送ってくれたアイフィギュアの画像を紹介していきたいと思います。はい、こちらはゲーム実況のリスナーでもあり、僕のダンスレッスンの生徒さんでもあるレン君が送ってくれた画像になります。はい、後ろにゾロがいますね。これ一番くじのやつかな。なんかこれね、見たことある気がする。はい、で隣に大きいチョッパーいますね。かわいい。綿飴持ってるんかな。で手前に金エモンにサボ君で、ルフィもいますね。で、こちらサニーくんもいますよね。ワーコレなんかも置いてありますね。で、後ろの左上ですね、ログポース置いてますね、ドレスローザの。これガチャでね、一時期出てたやつなんですけど、これね、いいですよね。これ僕もしたらよかった。はい、レンくん、ありがとうございます。はい、本日はですね、買取王国ゴード店さんの方でゲットしてきた一番くじヒストリーオブ孫悟空のラストワン賞のスーパーサイヤ人孫悟空を開封したんですけど、はい、こちらもほんとね、人気なフィギュアで、まあ、人気な理由が非常にわかりました。はい、すごいかっこいい。陰影塗装もすごいかっこいいですね。なんせ迫力がありますね、このフィギュア。はい。で、こちらの全開ソリッドの方とね、見比べてみて、いろいろね、似てるんですけど、ちょっとした違いもやっぱあるので、まあ好みかな、本当に。どっちがいいかなって感じですけど、皆さんのお好みもまた教えてくれるとありがたいです。はい、こちらね、どっちも僕としてはおすすめのフィギュアなので、まあ好みでね、皆さんどちらをね、こうゲットするかっていうのを決めてみてもいいんじゃないかなと思います。まあサイズ的なこともありますしね、この飾る時の。はい、そんな感じでございます。はい、とても簡単なね、比較といいますかレビューでしたけど、もしよかったよって方がおられましたら、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方も押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、 X の方もしてますんで、よかったらそちらの方のフォローもよろしくお願いします。 X の方はね、ガンプラがほぼメインになっております。はい、でも動画情報も出してたりするんでね、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それじゃまたね、バイバーイ。